はい、皆さんこんにちは。今日は2024年11月26日火曜日午後2時8分を回りました。本日2本目の動画でございます。今回はね、 COD ウォーゾーンモバイル半年以上ぶりにやってみたいと思います。まあね、ずいぶんねやってなかったんですけど、まあやってないうちにね、システムがあれこれ変わって、なんかランキングシステムが導入されたようですけれど、はい、あのね、インドから帰ってきてからちょこちょこっとウォーゾーンモバイルやってたんですけれど、なんかね、ゲームの途中でフリーズしてしまうというね、わけのわからん原因不明のフリーズが、不具合が発生していたんで、あれこれね調整していたんですけど、なんとかやっとそのフリーズもね、なくなってきたんでね、動画で、ご紹介することができるかなと思っております。まあ下手なプレイなんでね、参考になるかどうかは分かりませんけれど、よろしければどうぞご覧くださいませ。お、 CP が増えている。 CP が350になってる。まあいいか。よし、プレイ、ベルダンスクソロでいきましょうか。よろしくお願いします。まあ結構ね、ウォーゾーンモバイルはこのマッチング時間かかるっていうのが、まあ、ネックかなと思うんですが、まあ、ゲームのシステム上そうなってるんであればね、まあ、しょうがないかなと思っております。はい、まあ、ランキングシステムが入っていて、今現段階ではね、上級総長の3というランクにいます。はい、レベル24、ここね、レベル24、上級総長3です。はい、あと少しすると、昇位1に上がれます。よし、楽しみながらプレイしていきましょう。お、もうマッチが始まる。以前に比べると意外と、マッチングの時間も、短縮されてきておりますね。良いかと思います。行きましょう行きましょう。さあ来い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 。まあ、これがねフリーズせなければね、動画のネタ、動画の投稿本数も、これからまた増えていくんではないかなと思ってます。フリーズがね、いいところでね、画面が止まっちゃったんだよね。装備を改めろ、展開まで待機だ。なんだろうと思ったら来たんだけどね。さあフリーズしないでスムーズに最後まで行ってくれよ。このウォーミングアップ中にもね、画面がフリーズして、そのたんびにね、アプリがね再起動したんですよね。なんかわけわからなかったんですけど、あ、問題ないね。画質も、定にしました。いろんなもの全部ね定にしてます。定にしても、許可が出た。クオリティは展開する。下がってないような気もするんだけどね。どうでしょうか。よろしくお願いします。行きましょう、ベルダンス。バトルロイヤル、通知する。ガスが迫っているぞ。セーフゾーンに向かえ。ベルダンスクは特にここに降りようとかいうのはなく、もう、適当に降りてます。よし、どうしようか。敵が作戦エリアに降下している。全域内のターゲットを殲滅しろ。まあ、武器があればね、どこでもいいんですよ。このサプライボックスの音もだいぶ小さくなりましたね。昔は結構敵のスクワットが追ってくる。気を抜くな。音がねしてましたもんね。追跡されているって本当なんでしょうかね。システム上、演出上の問題かもしれませんね。よし、マップどこだ。ああ、この服。ここに向かう。はい、
ここに向かうっていうんだから向かわないんでしょうね、まあ、武器を物資を集めて、何やってる？ガスが迫っている。エネミーダウンって言うんだ。いいね。どこに向かってる？ここだよ。ここに向かう。そう、反対だよ。うまく敵を回避したな。ひとまず安全だ。あ、私狙われていたの。ああ、だからさっき出ていたんだね。何寝ぼけたことを言ってるんでしょうか。君の地球が、君の街が狙われてるぞ。窓を開けて空を見ろ。迫る宇宙の侵略軍、迎え撃ってだね。大空丸、飛び立て飛び立て、ガイキングよ。ボルテス5まだ見てないんだよな。レガシーの方ね。フィリピンが作った実写映画。すごいっすよね、ボルテス5愛が。さて、どうするか。足音はしたんでるよな。どっかいるんだろうね。行った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 。いや、撃てた撃てた。結構撃たれましたね。もういいか、スナイパーも撃ったんだな。ここは何かあるか。よし、TV ステーション。味方のロードアウトドロップが接近中。敵が作戦エリアに降下している。ガスが迫ってる。セーフゾーンへ向かえ。まったくセーフゾーン。オッケーね。ん？行ってきた？
昔に比べるとボットが入ってきてるってのは分かってるんだけど、えらい、マジか、ガスが迫っている。ボットがいたんだ。ほらこれ、まあ、ホワットでできたのね。ホワットインチキおじさんとお嬢みたいに、なんかふわっと湧いてきたよね。煙の中からふわっとだよね。面白いな。ボット出現。後で動画で確認しようか。敵の最重要ターゲット。まあ上に上がる必要もないんだけど。あ、ここ扉がある。屋上ではない。屋上か。中にいるんだな、最重要ターゲットは。 BCH4 チャンネル。どこに消えた。敵が作戦エリアに降下している。さっきの場所、ちょっとイヤホンが外れる。なんか最近ね、イヤホンが外れちゃうんですよね。接近戦すごいな、勝ったら接近戦で。さあ、まだいいな。これガスマスク光ってるんだけど、え、まあ、だから2個、もう1個持ってたんだよね、ガスマスクは。私はこれ、なんか赤い、黒い、ああ、爆撃。気をつけよう、逃げよう。相手の足音があまり分かりにくいんだよね。触れ返ったらそこにいるとかね、さっきのように。ええー、と思ったんだけど。さて。この足音わかる。来た。わあ。何やってる、収容所駅だな。来たよって分かってる、ね。強制収容所は最後のチャンスだ。再展開を勝ち取れ。ラジャ。辛抱して待て。直に抜け出せる。辛坊治郎。長い。死ぬ気で再展開を勝ち取れ。ラジャ。敵を排除した。再展開に備えろ。なんだなんだ。殴って叩いて、はい、終わり。ガスが迫っている。
敵が作戦エリアに降下している。えらい敵のパラシュートが俺が開くことに入ってくるんだ。いる。敵の降下する音ってすごい演出。敵が作戦エリアに降下している。なんか言ってるよ。いるよ。後ろ。ガスが迫ってる。セーフゾーンへ向かえ。ここに向かう。ファイヤーセールが有効だ。購入ステーションの価格が下がったぞ。移動移動。ファイヤーセールのご案内をやるんだね。ブラックフライデーのご案内は。場所分かってんの？バンバン来るね。爆撃が。13。トップ10に入りたいな。ポイント上げたいな。122メートル。キラキラこっち側だな。来た。やばい。敵が作戦エリアに降下している。パラシュートの降下する。あ、やば。ファイヤーセールは終了だ。定価に戻るぞ。よく頑張った。来た。敵のスクワッドが追ってくる。気を抜くな。セーフゾーンを出るまで戦闘場を突破。蹴られた。勝利をつかめ。生き残りは25人を切った。11。惜しかったな。おお、バン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 上がったよ。よし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 。オッケー、これで
ランクアップ勝位1、勝位1まで上がれました。これバーっていっぱいあるんだよね、ランクがね。レベルいくらまであるんだ。わ、すごいすごいすごい。レベル55まであるんだな。55のうち今やっと26まで来た。いいですね。よし、じゃあね、あ、違う違う違う、はい、ゲームモード、リバーサーランド、カジュアル、スローで行ってみようか。よし、行きましょう。第2戦。よかったね、フリーズしなくなって。これで思う存分、ウォーゾーンモバイルでも遊びますね。行きましょう、行きましょう。あれ、ウォーゾーンモバイルって BGM なかったっけ？ね、ちょっと分かりませんけど。カレンダー、あ、そうか、3時からはね、あれなんですよ、天眼、夕方の天眼の時間、午後3時なんですね。アラームが鳴るかもしれませんけど、アラーム切りますんでね。さあ、こいこい、結構長いですよね、マッチング。今ね、マスクはめてます。なんかね、マスクはめている方が喉の調子いいんですよ。やはりね、口の中がね、乾燥すると喉も乾燥するんで、声がね、ガラガラになるんだけれど、マウスをつけていると自分の吐く息とかでね、口の中が潤ってくる、乾燥しなくなってくるんで、それはいいですね。うん、それでなるべく、マスクをつけるようにしてます。まあ、自分の部屋でマスクつけるってちょっと嫌なんですけれど、まあ、喉をね、守るためにはね、重要ですよね。あとネックウォーマー、そんな寒くないんだけど、まあ、ネックウォーマーもつけてます。お、なかなかマッチング時間かかりますね。人がいないんだろうか。さっきに比べれば結構マッチング時間かかってますね。よい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 、大丈夫か。一回キャンセルして、キャンセルして、ゲームモードいいかな。うん、もう一回行きましょう。よろしくお願いします。今日で、リハビリ生活4日目ですかね。土日月火だからね、4日目でございます。まあ、特に、右目問題ないです。ちゃんと見えてます。日常生活遅れてます。だけどちょっとね、遠くのものは、見えづらい状況なんで、今後ね、通院しながら視力の検査をしながらね、また新しい眼鏡を、作ることになっております。よし、つながった。今度は行きましょう。よろしくお願い申し上げます。トップ10に入るぞ。まあ、おじさん打ち負けるっていうのが多いからね、打ち負けないようにプレイしていきましょう。リバースアイランド。装備を改めろ、はい、展開まで待機だ。敵が作戦エリアに降下している。よし、行きましょう。
バトルロイヤル。ここ。全域内のターゲットを殲滅しろ。鶏が鳴いてる。敵が作戦エリアに降下している。ダメな。お前は賞金首だ。敵を排除し物資を確保して賞金を無効化しろ。 OK。後ろにいた。スーツル、スクワットメイトがやられた。ランナー契約は失敗だ。強制収容所は最後のチャンスだ。再展開を勝ち取れ。足音気づかなかった。己の命のために戦え。オッケー。なんだなんだ、ダンサーだった。己の命のために戦え。便器か。命のために戦え。 OK。 俺の命は俺のもの。己の命のために戦え。命のために戦え。なんだなんだ。己の命のために戦え。もうすぐお前の番だ。待機しておけ。死ぬ気で再展開を勝ち取れ。敵を排除した。再展開に備えろ。ガスが迫っている。ヘマをしないように行きましょう。降下している。ガスが迫っている。セーフゾーンへ向かえ。通知するまで収容所は閉鎖だ。ファイヤーセールが有効だ。購入ステーションの価格が下がったぞ。が迫っている。もういない。
ーフゾーンへ向かえ。ファイヤーセールは終了だ。低火力ロケットは4体だ。ガスが迫っている。やり遂げろ。奴らを倒せ。ガスが迫ってる。セーフゾーンへ向かえ。やば。どこだ？いた。エネミーダウン。敵のスクワッドを殲滅した。オッケよし、オッケーです。久しぶりのボードモバイルの動画で一等賞を取ることができましたんで、今回もね気分がいいので、この件で終わりにしたいと思います。まあ、これからねボードモバイルをプレイ中にね、フリーズすることねなくなったんで、ウォーゾーモバイルもね、ガン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 、プレイ動画を投稿していこうと思いますんで、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ということで今回はこの辺で失礼します。